え、チームメイトの後輩を殴って、無期限定出場停止を食らった選手が、他チームに移籍した翌日に試合に出るの甘いなと思うんですが、ひろゆきさんどう思われますかなんかあの、か、巨人に移籍した人が、なんか活躍してどうこうってやつですね。そのチームで無期限停止であって、他のチームに行ったら問題ないよねっていうのであれば、それルール上問題ない行為になると思うんですよね。 でその本来人殴ったから良くないよねっていうのであれば、それは僕刑事事件にするべきだと思うんですよ。要はその本来人殴ったのに刑事事件にならないで許されたっていう、その最初のところが僕まず間違ってると思うんですよ。 ではその、あの、日本の学校であるんですけど、例えば他人を殴りましたとか、人の服破りましたとか、なんかその、脅してお金を取りましたとか、脅してその子が持ってるゲーム機を奪いましたっていう犯罪行為が、なぜかその学校の中だと、いじめというキーワードにくくられて、犯罪として捜査もされないし、やった側が罰も受けないし、なんか、親御さんがたまに呼ばれて説明したりして終わりっていう謎の風習があるんですよ。 でまあ、この事件詳しくないですけどその人を殴ったのが事実であればもうそれは僕は傷害罪としてちゃんと警察が動くべきだと思うんですよね。 なんかそれをやりませんでした。で犯罪としてその取り上げることもなくなんか内々ちちで解決しました。でもう内々ちちで解決した中でで内々ちちの解決の中では他のチームに行った場合にあの別にプレイして OK ですってルールですっていうのでああそうなんだへえっていうだけで何が悪いって最初に殴った刑法を放置その要は刑法犯なわけじゃないですか。 あの人を殴りましたっていうのが。なので、それに対しての罪を咎めないという、そこのその組織、まあそれがいじめだと学校だし、で、今回だとそのプロ野球のチームみたいな、その内部の論理を法律より優先している。 いううととこと自体が僕問題だと思うんですよでその中でそのなんかチームを移籍したら出場できるよねが良くないよねとかってもうそのなんかその組織の中のルールがすでにその日本の法律から超越した状況になってるのでそれといい悪いとかじゃなくてもしその税額で考えるんだったらまず最初の刑法犯を何とかしろよっていう話だと思うのでなんかその巨人に出ること自体が問題なのっていうのはよく分かんないですよね。 その出場停止にすれば人を殴っても OK っていうルールがまずまずいじゃないですか。だからなんかそこ責めないで巨人に行って出場するのが悪いって、え、いやいや待って待ってって、あの人殴っても OK ってルールのがまずいんじゃないのっていうふうに僕は思うんですけど。なんでまあこれもね、あの論点が違うって責められると思いますけどすいません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。